皆様お待たせいたしました、イーミーホさんの登場です。スポットライトの中、笑顔で、そして手を振って、イーミーホさん、レッドカーペットを歩いて皆さんの前に登場してくれました。さあ、みーほさん、皆さんにまずご挨拶お願いいたします。皆さんこんにちは、ゆみのです。お久しぶりです。お元気ですか？아지난4월이후에네단독팬미팅은처음인것같은데반갑습니다네보고싶었습니다여러분みーほさんも、そして皆さんもね、すごくお互いに会いたかったと思うんですけども、みーほさん、今日はハイチ地震被害者を助けるチャリティーという目的でこのようなファンミーティングを持つことになったわけなんですけども、今日のこのファンミーティング挑むにあたっての意気込みというか気持ちというか、どんな感じで今日は参加されたんでしょうか？네오늘은그어느때보다더욱더뜻깊은자리가될것같아요그세계의그자연재해로인해서고통받는친구들을또도울수있는목적으로이렇게열린자리니까더욱더즐겁고네더욱더재밌게네즐거운시간보냈으면좋겠습니다そうですね、皆さんぜひ最後まで思いっきり楽しんでいただきたいと思います。素晴らしいですね。さあ、それではですね、早速みほさんにいろいろとお話を聞いていきたいと思うんですが、みほさん今おっしゃいましたが、1年ぶりの単独ファンミーティングということですよね。なんか気になりますか、自分の姿？ここにモニターがあるんでね、気になったらこっち見ていただいていいんですよ。クナメノラボン보고싶어요。やはり大きな画面で自分を見てみたいなと思ったわけなんです。でもね、後頭部しかね、どうしてもどんなに早く振り返っても見えないっていうのがちょっと残念な感じもねするんですけども、はい、それも楽しんでいただきましょう。最近のね、近況、どんな風に過ごしてたのか教えていただいていいですか？최근에는제가이제또차기작준비가、네、들어갔습니다、네네、시티헌터라는작품이죠、네、일본의원작에있는작품인데요시티헌터라는작품준비를하고있었고그리고뭐그밖에광고촬영이라든지또는뭐화보촬영같은거하고지난6월에는한국에서팬미팅、네、그리고얼마전에는태국에서팬미팅와오늘은일본에서팬미팅 예뭐그렇게뭐없이편히잘지내고있었습니다 네, 네아そうですか。もうね、皆さんもうかなり思いっきり初めから参加型なんですけども、今日のファンミーティング参加型で大丈夫ですよ。みーほさんに声をかけたいときは好きなように叫んでいただいて、好きなように手を振っていただいて、そうそうそう、そんな感じ OK ですよ。一つになって友情をね育んでいただきたいと思いますけども、今出ました、タイでのファンミーティング、はい、喋ってる時はちょっとだけね空気読んでいただいてもいいんじゃないかなと思いますけども、タイでのファンミーティングは後ほどゆっくりお話を聞くとしまして、6月に行われましたみほさんのソウルでのバースデーファンミーティングのお話をちょっと聞いてみたいと思いますが、その時の映像があるようです。皆さん見たいですか？どうですか？見たい、見たいですね。はい、さあそれでは皆さんと一緒にみほさんも VTR 見ていただきましょう。どうぞ。없지만최대한안좋은걸좀한번끌어내보죠
이런 점은 전부 다 사실은 뭐 말하자면 한두 개는 아닌데 제가 먼저 얘기할게요. 아 예. 약속 공부를 좀 잘 내요. 아 미안해. 그리고 이런 건 좋습니다. 이런 건 좋아요. 네. 완전 빨리 붙어야 돼요. 제가 약속을 한끼를 내면은 네. 좀 네, 아, 욱하고 네. 주먹이 앞서는 친구군요. 아, 알겠습니다. 그럼 우리 김범 씨도 뭐 우리 이민호 씨에 대해서 네. 너무 형답게 너무 잘 챙겨주고요. 네. 네. 남자답게 이제 앞에 친구 네. 너무 남자답게 네. 줄 수 있는 게 이 노래밖에 없나 아마 정말 가진 게 이 목소리밖에 없나 はい、以上バースデーファンミーティングの模様を見ていただきました。今ご覧になってどうでした？思い出しました？한5개월이죠。네、5개월밖에안됐는데、되게오래된것같네요。あ、そうですか。それだけ今すごくこう忙しく過ごしてるってことなんですよね。ああ、そうね。そういうことですよね。まあ、その時に日本からね、バースでお祝いに駆けつけてくれた方もいらっしゃるというふうに聞いてますけども。네그많은일본분들이또와주셔서더욱더즐겁게할수있었는데네네갔어요 네그쵸네감사드립니다아また2AM のメンバーも歌を歌ってくれたんですけども 2AM のメンバーのスロン君は個人の趣向の方にもね一緒に出て共演しましたよね。どうですか、スロン君とは息が合いましたか？일단수롱군너무착하고요 네, 네그리고덩치에안맞게귀엽고요 네 그리고연기가정말진심으로 네열심히하고싶어하는친구라서 네더욱더애정이막더갔던것같아요。애정이 네, 네そうですか。あの体つきに似合わず、ね、スロン君もすごく背が高いんですけども可愛いっておっしゃいましたけども、ミノさんもすごく背が高くて足が長くてすごくかっこいいのになんだか可愛い感じがしてしまうんですよね。私いつも会うたびに思うんですけども、このね可愛い笑顔とこのスラッとした長い足、このギャップが素敵だなと思いますけども、このあ長い足を誇るような感じに組んでらっしゃいますよね。いや大丈夫ですよ、崩さなくていいんですいません、大丈夫、楽に楽に座って、ちょっと길어보이게앉으려고요。ね、でも、でもリラックスしてね楽しんでいただいたらいいと思いますよ。ここからはですねちょっと突っ込んだ質問、それもドラマに関連した恋のお話なんかを聞いていきたいと思いますよ。名付けてサイコロトーク教えてみーほー、イエーイ。はいはいはい、サイコロトークということで、はい、でっかいサイコロ出てまいりました。さあここからサイコロトークのルールを説明いたします。もちろんサイコロ6面ありますので、みーほさんに転がしていただいて、1から6の数字のうち、まあ、その数字に、はい、対応した、質問、こちら台本にご用意しておりますので、その質問をみーほさんにぶつけたいと思います。もしその質問答えられない、パスしたいっていう場合は、あ、パスを제가할경우에는여러분들께パス하는대신선물을드리도록하겠습니다。パスしてっていうのもね、答えは聞きたいけど、でもプレゼントも欲しい。제가질문에답하는것보다선물이더좋으신가。僕の答えよりも皆さんプレゼントの方を望んでらっしゃるようですね。いや微妙なところですねこれはね。はい、まあ、質問の、ね、内容にもよると思うんですけども、そして、まあ、プレゼントの数も結構用意してありますので、135番が出たらプレゼント、それ以外の数字が出たら質問に答えていただく。大丈夫ですか？結構強引に私決めてますけど。はい、大丈夫、大丈夫です。ですね。はい、わかりました。じゃあ皆さん、サイコロトーク始めてまいりましょう。じゃあ、みほさん、このサイコロ、思いっきり、
振っていただきましょうか。いきますよ。それでは。주사위가굉장히이쁘네요。집에갖고가고싶네。あ、ダメです。これはあのレンタルなので、あの返していただきたいと思いますよ。はい。お願いします。それではサイコロ転がしてください。どうぞ。わあ。あ、あ、あ。皆さん喜んでますよ。さあ。最初からプレゼントの目が出てしまいましたけども、美穂さん、じゃあ次、はい、じゃあ次は質問が出るといいですよね。ではサイコロどうぞ。あら、お、あら、ゴー、一です。また3ですね。3です。さあ次は246 24。じゃあ이번에는、うん、이번엔또짝수로바꾸면짝수가나올것같아요。그대로하죠。그러면135그대로。じゃあ、ね、今まで通り135をプレゼントにしたいと思います。わかりました。悩んだ数135そのままとなりました。ではみほさんお願いします。お、あれ、3です。質問いっぱい準備したのにな。